できてからのお楽しみ。ダメ。直樹はテーブルの上でも拭いておいて。で疲れが取れた。明日からまた元気に学園に行けるよ。宿題やった？開き直ってるし。私は宿題出てないし。が切羽詰まってるようには見えないよ。あっそ。さて、私は明日の準備でもするかな。アイロンかけたりさ、そういうこと。女の子は大変なの。ちゃんとやるのよ。
ういう男は甘やかすとつけ上がりますよ。そうかな。そうですよ。まあ見ていてください。指先に硬い雑誌のようなものがぶつかるんですが、なるほど。これを引っ張り出そうとすると、来週から中間
それじゃ、私はこれで。中は暑いから気をつけてね。
よね。中華のごま団子みたいなお菓子だからね。気にしてないよ。起きてね。そう言って起きた。